フリードリヒエーベルトは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党党首、ドイツ国初代大統領。徒弟時代のエーベルト仕立て職人の家に9人兄弟の7番目の息子として、ハイデルベルクに生まれ、国民学校を卒業後、バグと抵抗となる。しかし親方と喧嘩したため職人免許の試験に合格せず、一時失業も経験した。修行中に、 労働組合に当時、1889年頃に、ドイツ社会民主党に入党して政治に傾倒する。1890年、ハノーファーで、バグ職人組合の初期長となる。しかし、社会主義者鎮圧法により、当局に監視されていた。彼は、移住を強いられ、ブレーメンに引っ越す。ブレーメンでは職人及び臨時労働者として過ごした。 1893年に、スピード系の地元紙、ブレーメン市民新聞編集員となる。翌年スピードの地区代表となり、政治キャリアの第一歩を踏み出した。この頃、ルイーゼルンプと結婚。彼女は、生涯エーベルトを支えてゆくことになる。エーベルトは飲食店経営を引き継ぎ、その店は、ブレーメンの労働組合員のたまり場となった。 1900年に労働組合の初期として収入を得るようになり、1902年にはヘルマン・ミュラーと共にブレーメンの労働者の労働条件や生活の実情を記録した報告を作成した。スピードは1904年にブレーメンで党大会を開いたが、その議長を務めたエーベルトは全国的な知名度を得た。翌1905年に スピード事務局長となり、14年住んだブレーメンを離れてベルリンに引っ越した。そこでスピードの等学校に学んだが、そこでマルクス主義及び経済学の講師を務めていたローザルクセンブルクに習っている。1912年にエーベルトは帝国議会議員に初当選し、スピードは議会第一党に躍進した。翌1913年に、 アウグスト・ベイベルが死ぬと、9月20日の党大会で、彼は、フーゴー・ハーゼと並んで党首に就任。エーベルとは、スピードの恩憲修正主義のリーダーとなる。また、エルバーフェルトでも政治家を務めた。1914年8月、第一次世界大戦が勃発。8月4日の戦時予算案の議決に際し、エーベルとは、祖国が、 危機に瀕している時に放っておきはしないと戦争を必要な愛国的防衛の手段だとして受け入れ戦時的応報を支持して闘技拘束でほぼ全員一致で投票させた。党のスタンスはエーベルトや戦争を支持していたフィリップ・シャイレマンのような修正主義派のリーダーシップの下で進められていた。しかしこの対戦では エーベルトの三人の息子のうち二人が戦死、罰死のフリードリヒも負傷している。戦争の勝利の見込みが薄くなると、戦争に反対するハーゼやカール・カウツキーをはじめとする左派は1916年に離党あるいは除名された。彼らは翌年4月にアメリカ合衆国が連合国に参戦すると、ドイツ独立社会民主党を結成した。またローザルクセンブルクや、 カール・リープ・クネヒトラ急審査派は、スパルタクス団を結成して分離した。エーベルトは、ハーゼの議会議員団長の職を引き継ぎ、シャイデマンが共同党首になった。1918年に配色が濃厚になると、10月に、エーベルトやスピードの他のメンバーを含めた、マクシミリアン・フォンバーデンによる、新内閣が組閣された。キールで水兵の反乱が起きて、 ドイツ革命が勃発し、その波がドイツ各地に広まると、最小マクシミリアンは11月9日に辞職して、独断で皇帝ビルヘルム2世の退位を発表し、同様にエーベルトを自分の公認のドイツ国臨時最小に指名した。同日ベルリンの国会議事堂でフィリップ・シャイデマンが訂正の終了と共和国発足を宣言した。 翌日発足したスピードというスプドによる臨時政府は完全にエーベルトの主導権下に入り、エーベルトはハーゼと共に委員長に就任した。さらにエーベルトは軍のトップとなったビルヘルム・グレーナーとも交渉して協力を取り付けた。しかし本来エーベルトは君主制の支持者であり、この地位を不祥部署に引き受けていた。フェーレンバッハ首相と エーベルトなおも革命の公用は収まらず、首都ベルリンでも急進的な労働者、兵士、霊典による動きがあったが、エーベルトは前線から復員した兵士による義勇軍でこれを抑え込もうとした。同年のクリスマス、エーベルトは宮殿を占拠する霊典の水兵を武力鎮圧することに決めた。この決定に反対したハーゼラユースプドの院は臨時政府から離脱した。 続いて、翌1919 19年1月に、スパルタクス団員による暴動が発生すると、エーベルトは、軍隊、義勇軍でこれを鎮圧した。一連の暴動による死者は、ドイツ全国で数千人に上ると言われる。同月政権会議のための総選挙が行われ、スピードは、第一党となった。2月6日からバイマルで、国民会議が開催されて、バイマル憲法が制定され、 大イマル共和制樹立が定まる。2月11日の大統領選挙で、エーベルトは、ドイツ国の初代大統領に選ばれた。1919年6月、一方的なパリ講和会議で、ベルサイユ条約が締結され、連合国はドイツに対し膨大な、賠償金支払いなど、屈辱的な条件を押し付けた。これに反発して1920年には右翼による、 カップ一機が発生、労働者はゼネラルストライキで、これに対抗して政府を守った。しかし、ストライキが終わった後、エーベルトの政府は再び、ドイツ西部での残りの暴動を抑えるために、義勇軍や兵士を増強した。その後も困難は続き、1923年9月には、ドイツの賠償金支払いの遅れに苛立ったフランスが、ルール占領を強行。 その結果、ハイパーインフレーションが頂点に達し、危機を乗り切るために、グスタフ・シュトレーゼマンを主犯とする大連立内閣が発足するが、後に、スピードは連立政権からの離脱を決定。エーベルトはかつて党首を務めた自らの党を叱責した。神聖の共和国を取り巻く困難な情勢の中、ミュンヘンの新聞が、ドイツが、 対戦に敗れたのは1918年1月のストライキ委員長だったエーベルトらが背後からの人差しを加えたからだと書き立てて訴訟騒ぎになった。むしろストライキを早期に済ませるために委員長を引き受けたとエーベルトは抗弁したがマクデブルク地裁の判事がエーベルトはその時点では国家反逆罪だったと述べエーベルトに追い打ちをかけた。辛労を重ねたエーベルトは 医者の勧めを受け入れず猛腸炎を悪化させ、1925年2月28日に、腹膜炎のため54歳で死去した。故郷ハイデルベルクに埋葬された。ドイツ史上最初の民選大統領ということで、現在のドイツでは、あらゆる町で大通りに、彼の名前が冠されている。一方でエーベルトは今日まで、非常に論争の的になっている人物である。 後のヒンデンブルクよりも上回る回数で、ワイマール憲法第48条に基づく大統領令を乱発し、左派労働者の暴動をウハギ遊軍を使って抑制したため、治安維持という点では一応の評価をされている一方、左派からは批判の対象とされている。エーベルトとハーゼは同格扱いだったが、建前上はマクシミリアン・フォンバーデンから法的根拠がないまま。 首相に指名されていたエーベルトが首相格とされ、ハーゼは副首相格だった。ただし、ドイツ5番ウィキペディアなど、ハーゼをエーベルトと並ぶ暫定首相扱いする場合もある。ありがとうございます。